チャプター6、レッスン1、カラーページの画面構成。ということで、今回のレッスンからいよいよチャプター6ということで、ダヴィンチリゾルブの、大きな魅力の一つであるカラーページについて解説を始めていきます。レッスン1では、この画面構成についてまずは、簡単にご説明をしていこうと思います。紙面は、ページ190ページになります。まずじゃあ190ページの各名称のところなんですけれども、まず一番のところですね。画面の一番上、矢印持っていくとこのようにメニューバーが表示されます。これはどのページでも同じですね。はい。そしてこの上のところ、これも別のページと同じような内容、まあ一部内容は違うんですけれども、インターフェースツールバーの左の部分と右の部分ですね。はい、そしてここのエリア、現在はギャラリーというものが表示されています、まあ、スチルが作成されていませんと出てるんですけれども、この辺細かい内容はまた別のレッスンでも解説していくのでちょっと割愛していこうと思いますが、まあ、ギャラリーを選択するとギャラリー、ラッド、それからメディアプール、メディアプールは、今までのページと同じですね、素材を表示させることができます。そしてこの中央がビューアーですね。タイムラインに並んでいるビューアーをここで表示させることができます。それからこの右側ですね。これ今までのページで出てこない見慣れないものだと思うんですけれども、ノードエディターというもので、ダヴィンチリゾルブのこのカラーページに関しては、このノードというものをどんどん追加していって、カラー作業を行っていきます。これについてももちろん別のレッスンで深く説明をしていきますので、次に行きたいと思います。はい、そしてその下が、クリップがここに並んでいます。ここにですね、クリップとあるので、これをオンオフすることで、表示、非表示を切り替えることができます。同じくその下には、タイムラインが並んでいます。これは、カットページやエディットページで配置した形状がこのままカラーページに引き継がれて表示されます。なので、ここに再生ヘッドがあるので、これを移動していただければ、まあ、どのクリップのカラーをやるのかっていうのが確認することができます。まあ、このタイムラインとクリップ両方表示させると、この分の画面サイズを圧迫することになりますので、まあ、個人的にはどちらか1個出しとけばいいのかなというふうに思いますが、ご自分のやりやすい方な形で切り替えていただければと思います。はい、そして、この下ですね。この下にいろいろと機能が詰まっているんですけども、このレフトパレット、センターパレット、それからまあ右側ライトパレットということで、左側にはこれらのツール機能が格納されています。今はこのカラーホイールと呼ばれる、まあ、色合いですね。これを変更するものが表示されています。センターのパレットには今はカーブというものが表示されていて、これを上下することで明るさなどを変更することができます。そして右側は、このビューアー選んでいるクリップに対しての、まあ、情報を確認することができるスコープというものが表示されています。このスコープ、波形などを見ながら、このクリップの情報は今明るさや色合いどういう風になっているのかっていうのを確認しながら、このセンターパレットの機能やレフトパレットの機能を使って加工をしていく、そういう形になります。はい、そして191ページビュアを大きくするっていうところで、先ほどまあちょっとお話ししてしまったんですけれども、まあ、このクリップやタイムラインなど必要に応じてですね、このように大きくしていただいても大丈夫ですし、ここもオフにすることで画面をかなり大きくして作業をすることができます。はい、ということで、まあ、以降のレッスンでまた、深掘りしていきたいと思いますので、画面構成のレッスン1はこれで以上になります。